一言お願いします。じゃあ一言、じゃあ皆さん本当1ヶ月もういなかったですけども、本当にまず会長、本当に今回このような、もう凄まじい挑戦に自分がこうやって参加させていただいて本当にありがとうございました。こちらこそお疲れ様でした。あとチームの皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとはまあ今日本で両社長、あと会社の、皆さん、あとはもうウズベキスタンから来てお世話になったホテルの方、警察の方、本当にまあこの1ヶ月で本当に関わる人すべてに感謝感謝で、そういう気持ちになりました。まあ、35年の人生の中で、まあ、こういった本当に経験、本当に最高の経験をしたなと本当に思ってます。一言で言うと、まあ、寂しいです。中途半端に日本に戻ってしまうのは本当に寂しいんですが、会社本当にお体に気をつけて、はい、塩分取りすぎないように無事に、ゴールしていただきたいと。須田さん、アキちゃんも、必ず怪我なくしていただきたい。須田さんはびっくりするのやっちゃダメだって言って、本当に体に気をつけて。学んだことは多いです。本当に多くて、まあ、今ここでは全部言えないんですけども、やっぱり会長ランナー皆さんの背中から挑戦する覚悟、絶対に諦めない、いいし、その覚悟ですね。磯江田さんからも絶対にランナーを無事にゴールさせるんだっていう、その覚悟、本当にそういった皆さんの姿勢が本当にすごく学びました。サポートの皆さんも本当に寒くて大変だと思いますけど、ぜひランナーを無事にゴールしてもらえるようにサポートしてもらって、本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。